11時の NHK ニュースです。ニュージーランド北部にある火山島で噴火が発生してから今日で1週間になり、ニュージーランド各地では噴火が発生した時刻に合わせて黙祷が捧げられました。ニュージーランド北部で人気の観光地として知られる火山島のホワイト島で今月9日噴火が起き、観光客など47人が巻き込まれました。ニュージーランド政府によりますと、これまでに16人の死亡が確認され、依然として2人の行方が分からなくなっています。またニュージーランドや隣国オーストラリアの病院で26人が治療を受けています。噴火から今日で1週間となり、ニュージーランド各地では噴火が発生した時刻に合わせて現地時間の午後2時11分、日本時間の午前10時11分に黙祷が捧げられました。この島では先月から火山活動が活発化し、警戒レベルが引き上げられていましたが、ツアーが続けられていたため、当局は安全管理に問題がなかったのか、詳しい調査を行うことにしています。警察によりますと、今夜8時過ぎ、愛知県弥富市の伊勢湾岸自動車道の上り線で、大型トラックと乗用車など4台が関係する事故があり、少なくとも4人がけがをして救急搬送されたということです。けがの程度など詳しいことは分かっていません。この事故で伊勢湾岸自動車道は弥富木曽崎インターチェンジと湾岸弥富インターチェンジの間の上り線で通行止めとなっています。 au の KDDI とコンビニ大手のローソンはスマートフォン決済の分野で提携することになりました。両社のポイントサービスを統一するということで、事業者が乱立するスマホ決済で提携の動きが加速しそうです。発表によりますと、 KDDI はローソンの株式 2.1% を取得し、来年の5月以降、両社のポイントサービスをローソンなどの共通ポイントポンタに統一するということです。スマホ決済 auPay を利用するとポンタのポイントが貯まるようになり、それぞれの加盟店で買い物の支払いなどに使うことができるようになるということです。 au のポイントを保有する会員は2800万人余り、ポンタの会員は9200万人余りで、統一によって1億人を超える顧客基盤が生まれるとしています。スマホ決済は利用が急速に伸びている一方、事業者が乱立しており、利用者を獲得しようと今後も提携の動きが広がりそうです。記者会見で KDDI の高橋誠社長は、単純にキャンペーン競争だけで体力をすり減らすことではなく、あらゆる手段を使って一番身近な決済サービスにしていきたいと述べました。両社は利用者の購買履歴などのデータを分析し、それに基づく割引クーポンの発行のほか、auPay の本人認証を活用することで、店員がいなくても薬や酒などの販売ができる次世代型のコンビニの設置を検討するとしていて、ローソンの竹増貞信社長は、簡単な年齢確認でいつでも必要な薬や酒、タバコを購入できる店舗作りを共に進めたいと話していました。大リーグヤンキースの田中将大投手は、同じ地区のレイズに筒香嘉智選手が移籍すると伝えられていることについて、確実に対戦する機会はあると思うので楽しみだと述べました。田中投手は大リーグ6年目の今シーズン、11勝9敗と日本の選手としては初めてとなる6年連続の2桁勝利をマークしましたが、プレーオフのリーグ優勝決定シリーズで敗れました。田中投手は今シーズンについて、何も満足していないし、悔しさしか残らなかったと振り返りました。そしてヤンキースと同じアメリカンリーグ東部地区に所属するレイズに DeNA の筒香選手が移籍すると伝えられていることについて、やっと同じ地区に日本の選手が来てくれたのという感じだ、確実に対戦する機会はあると思うので楽しみではあると対戦に意欲を示しました。以上、この時間のニュースは梅津がお伝えしました。11時5分になります。
12月16日月曜日 NHK ラジオ深夜便です。ご案内役の松井春信です。先日朝最寄り駅の近くで葉の落ちた街路樹の幹や枝にですね、何やら小さなつぶつぶしたものがたくさんついているのを見つけました。よーく見ますとそれはイルミネーションの電球でした。人知れず夜の出番に備えているようにも見えました。先ほどのイルミネーションですが、夜そこを通りかかりますと、鮮やかな黄色のライトで木々が彩られておりました。昼間はそのイルミネーションの電球に私たちはほとんど気を止めませんので、電球は本当こう目立たない存在になっているわけなんですが、夜こうして鮮やかに光っているところを見ますとですね、私などは電球たちに、ちゃんと出番があってよかったねというふうに言いたくもなりました。では明日の朝5時までの番組内容をご紹介いたしましょう。11時台は深夜便科学部、不思議な植物園、日本植物園協会会長の岩科司さんに電話でお話をしていただきます。インタビューはボリビアで日本文化の泉になりたいスクレ日本ボリビア文化協会代表梶川紗恵子さんのお話です。0時台日本列島暮らしの便り、鳥取県鳥取市上田秀樹さんに電話でお話を伺います。大人の教養講座は江戸に学ぶ白川藩に見る天保、これ大名の引っ越しのことですね。東京大学教授山本博文さんにお話をしていただきます。